ユーリー・フォアマンはイスラエルのプロボクサー。ベラルーシ・ホメリ出身。元 WBA 世界スーパーウェルター級王者。ベラルーシに生まれ10歳でイスラエルに移住した。1999年にはアメリカ合衆国に拠点を移した。2002年1月24日、アメリカ合衆国でプロデビューし、初回 TKO 勝ち。2007年12月6日。 24戦目で、ナブフ、北米スーパーウェルター級王者アンドレー・ツルカンに挑戦し、10回判定勝ちで王座を獲得した。同王座は2度の防衛に成功した。2009年6月27日、IBF 世界スーパーウェルター級王座挑戦者、決定戦で、コーネリアス・バンドレッジと対戦し、3回に偶発的なバッティングで右まぶたをカットし、続行不可能となり、 ノーコンテストとなった。2009年11月14日、WBA 世界スーパーウェルター級王者ダニエル・サントスに挑戦し、12回3から0の判定勝ち、無敗のまま世界王座を獲得した。この試合は、バニー・パッキャオ VS ・ミゲール・コットの前座として行われ、その後、パッキャオの対戦相手としても候補に挙げられた。2010年6月5日、 ニューヨークのヤンキースタジアムにて、元世界二階級制覇王者のミゲールコットと初、防衛戦を行い、序盤から挑戦者に一方的に攻められ続けてキューティコ、負け。王座から陥落するとともに、キャリア初黒星を喫した。2011年3月12日、アメリカネバダ州ラスベガス MGM グランドにて、ミゲールコット VS、リカルドマヨルバの前座として登場。 カベウボラクと対戦し、6回終了時に陣営が試合を棄権したことによる6回終了 TKO 負けで、自身初の2連敗となった。試合後に引退を表明した。2013年1月23日、引退を撤回して2年ぶり復帰戦を行い6回、3から0の判定勝ちを収める。2014年6月7日、セルフィオ・マルチネス VS、ミゲール・コットの前座で、 ホルヘメンデスと試合予定であったが、フォアマンが突然5月19日にチーム内のいざこざが原因として引退を発表した。2015年10月29日、同年12月5日にバークレーズセンターで復帰戦を行うと発表された。2015年12月5日、再び引退を撤回して約2年ぶりの試合を バークレーズセンターでスーパーウェルター級8回戦を行い、8回戦から例の判定勝ちを収め復帰戦を白星で飾った。2016年6月3日、ニューヨーク市クイーンズ区でジェイソン・デイビスとスーパーウェルター級8回戦を行い、2回1分55秒 TKO 勝ちを収めた。2016年12月8日、WBA は 最新ランキングを発表し、フォアマンを WBA 世界スーパーウェルター級級位にランクインした。2017年1月13日、フロリダ州ハイアリアのハイアリアパーク競馬場で WBA 世界スーパーウェルター級スーパー王者でイボ世界スーパーウェルター級王者のエリスランディララと対戦し、4回1分17秒小負けを喫し、 WBA スーパー王座の獲得並びに、イボ王座の獲得に失敗した。ありがとうございます。